しっかりと置いていますか？そう、上手です。うまいですよ。そのまま、そのまましっかりとやっていきましょう。慣れてきましたか？上手です。いいですよ。はい、楽にしてください。目の動きっていうところは問題なさそうですね、はい。またいくつか質問させていただくんですが、スマホをいじったりとか、すると思うんですね、寝る前に、はい。それを、少し控えていただくこととか出てきたりとかはしますか？はい。多少であれば問題ないんですが、やっぱりスマホの、ライトとかっていうものは結構脳がね起きてしまうので、そうですね、その時間を少し減らしてみたりとか、できるんであれば、少し減らしてみて、で例えば何かしらの娯楽、寝る前にちょっと、楽しみたいなみたいなことがあれば、読書とか。はい、読書をスマホをする時間を少し読書に変えてみたりとかすると、知識も増えますし、しっかりと眠くなったりしやすい方が多いので、読書をしてみることっていうのも結構おすすめかなと思います。続いてはリラックスできる音を出していきますので、リラックスしながら力を抜いて音に集中してやっていきましょう。やっていきますよ。失礼します。
のものを使用して音を出していくので、また音に集中してやっていきましょう。失礼します。悪いなっていう時の一個
けると、まあ、心が落ち着いたりとかするので、はい、しっかりそばに置いてあげて、はい、大丈夫ですね。しっかりと、しっかりと、自分のね、お気に入りの子がもしいればね、その子と一緒に寝たりとかすると寝れる人もいるので、まあ、これも一つの方法なので、まあ、もしね、できるよっていうことであれば試してみたりとかすると、ちょっと眠りやすくなったり。10秒くらい数えましょう。一緒に数えましょう。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、開く。わかりますか？まず力をギューッと入れて、力をね、強く入れて、それを離す。まあ、離すと、まあ、ちょっと、じわーっと来ないですか？少し血が流れてるなみたいな感覚で、ぐわーっとまず少し、まあ、力を入れて開くと、まあ、力が抜けると言いますか、ふわーっとふわーっと、まあ、脱力ですね。脱力する練習になりますので、まあ、これをね、寝れなかったら試してみたりとか、力を入れて開いて、うん、ふわーっと、その後脱力して、まあ、やってみるのもいいかなと思います。続いてはこちらを使用してやっていきます。まあ、こちらが動いていくので、しっかりとしっかりと目で追ってやっていきましょう。
一緒に行きます。Sure.